ガームショーの皆さんと可愛い大使というのですね企画しまして青木美紗子さんとか木村優ちゃんとですね海外いろんなところに行ったんですね僕はそのプロデューサーという立場でしたアイドルって日本にしかないものなんですよあの可愛いと同じで似たような存在はいるんですけどあの基本的に 日本のアイドルファンはですねたくさん世界にいるんですけど話すとうちの国にはいないってみんな言うんですねあなるほどねーってそれは僕も思ったことの一つですで日本人って日本の国内では当たり前に思っているものが実は海外から見ると当たり前じゃないっていうことが、まあ、たくさんあると思うんですよ、まあ、おもてなしの考え方一つとってもそうだと思うんですけどその一つがアイドルだったんですねで大体海外に刺さるものって 結局こう自分のの国にないものは海外から取り入れるんですよ僕は中学の時にビートルズにハマってものすごいロック少年だったんでわかるんですけどそれは同じようなものが日本になかったからなんですね今はもうそういう文化で育ってきた日本のロックも成熟してきてるのでいろいろあるんですけど僕の当時はあんまりなかったんですだから洋楽にハマってったんですよねで同じアイドルもやっぱ日本にしかないものなんです で日本のアイドルの特徴として言うと、ですねまずステージの上ではもうものすごい努力をして完璧なものを見せてくれるのに、例えばそのブログでは私生活で何も変わらない、私たちのファンと何も変わらないところを見せてくれるところがすごいって言うんですよね。で、あるこう海外のファンに言われて、なるほどなと思ったんですけど、日本のアイドルはセレブにならないって言た。あ、確かにそうだねって。 なんかいきなりこう、レッドカーペットをですね、ひらひらさせながら歩いていくイメージは確かに日本のアイドルにはないんですよね。そういう親近感ってすごく大事にされてるんですね。で、これでもアニメのあの、ヒロインとかとすごく近くて、例えばセーラームーンって海外でものすごい人気なんですけど、セーラームーンって僕たちにとって当たり前のように見えるんですけど、まず、セーラームーンは普通に学校に行っていると。 ああいう、今までヒロインはいなかったんです。アニメとか、そういう SF の世界で。みんなそういうヒロインは宇宙から来たり、超能力者だったんです。ところが、セーラームーンとかカードキャプターさくらちゃんとかは、普通に恋もするし、えー、おしゃれも楽しむけど、でも戦うんですよって。で、僕らにとって当たり前のことが当たり前じゃなかったんですね。だから日本のアイドルも、僕らにとっては当たり前なんですけど、多分海外の子には全然当たり前じゃないんですよ。 で、いっぱいあるじゃないですか。で、アイドルってなんかつい総論で語られちゃうんですけど、あのよくわからない人にまだ。でも、それってハリウッド映画は総論で語らないのと一緒で、ハリウッド映画とはみたいな、難しいじゃないですか。で、アイドルももういろんなアイドルがいるわけですね。こういう、なんだろう、こう、多様性の国こそが日本で、でもそのアイドルに共通してることは、そのセレブにならないとか、 えー、親しみやすすさををファンを大事にするとかでもステージの上で、えー、完璧に見せようと見えないところでものすごい努力をしているとかやっぱこういうところに海外のファンは共鳴してるしそれが日本のアイドルなんだと思います僕もでも2010年にたまたまパリで、えー、モーニング娘。の、えー、当時のメンバーのプラチナキって言われてる時代なんですけどライブを見るまでアイドルって自分に全然関係ないものと思ってたんで結局多分 それをまだ理解できない人の気持ちも分かるんですよ。その以前の自分はもうアイドル全然かけない。一生僕にとってはどうでもいいものと思ってたアイドルがある瞬間から見えてしまったっていうことですよね。はい。海外の私の人たちの方が先に気づいてたんです。